おはようございます。ジャンバリドット TV ドレミです。なんと新番組が始まりました。やったー。待望の新番組ですよね。はい、はい、やっとですよ。ピンのピンは初めてです。ピンの初めての番組。そう、嬉しい。じゃあ番組名お願いします。センベロクラブ始まりました。まあ、新番組じゃないねんな。じゃあえセンベロクラブですか。センベロクラブ久々に。はい、あ、じゃあちょ行こう。はい、ちょっと5軒回れる。行ける。回る。まだちょっと昼朝だよ。あかんかん。違う違うな。暑いあのね、はい、ずっと、まあ、あの復活を望まれてたセンベロクラブ。そうですね、ありがとうございます。とドレミさんがずっと待望していました、はい、パチンコ番組、はい、それを、融合したものです。夢のような番組。イエーイ、はい、やっぱり叶えてくれるのは P さん、あなたでしたか。そうです。はい、もうそれしかなかったですよ。もうほんまにセンベロクラブというお酒にパチンコ番組という炭酸を割ることで、はい、美味しいものがうまく言えたか。俺ちょっとどういったルールかっていうのまだあんまり私分かってなくて。そうなんですよ。だからまあ結構ありがちなやつあるじゃないですか、うん、負けたら飲めないとか、買ったらもっと豪華なものを飲めるとか、はい、そういうのいろいろあるんですけど、はい、もう勝とうが負けようが、はい、センベロはセンベロ。豪華な居酒屋になるとかでもないです。だってセンベロクラブやもん。今までセンベロって朝飲む時もあったけど、うん、基本夜夕方から。あ、そうやな、いつもだったじゃないですか、うんうん、だから言ったらその前にパチンコしてるだけみたいな感じ。そうそう、だからほんまに店開くまでパチンコしてるって感じ。一応ルールとしては、はい、極力その、はい、パチンコ売ってるところの地域でのセンベロを探したいと、はい、あ、いいですね。いや、もう僕らもまあ経験者なんで、はい、この辺にあるかどうかっていうのは、まあ、大体分かるじゃないですか。いや、もう雰囲気で私分かっちゃった。あの一瞬で取り戻したも感覚を、はい、あ、なんかあるな。そうです、そういう感じになりました。だからこの後にまた飲みに行く、この周りで飲みに行くっていうこと。はい、ちょっと僕らやっぱ車移動できないんですよ、はい、あ、飲酒になっちゃうからね。そう、だから、はい、ほんまにすごい荷物を持って、はい、公共の電車ね。いや、もうすでにそうそう、今日も朝の集合からピザ間違えた。そうなんですよ。なんかしかも Google マップ使ってあっちやでこっちやでってすげえ知ってるみたいにさ言ったけど、まあ相変わらず方向音痴っていうことで、まあ変わってないですね、はい、どっちがメインになるのか、飲みのシーンなのか、はい、パチンコのシーンなのか。やっぱり私はパチンコをやりたいから、はいはい、せっかくだったら、はい、明日打ちたい台、これ打ちたいなって思わせるような展開にさせて、はい、明日飲みたいなっていうような、なるほどね、だからどっちも楽しいみたいな感じの。そうですね、番組に、なんかパチンコの部分カットみたいなあるじゃないですか。飛ばしてみたいな。前半がパチンコ、後半が飲みっていう感じになりそうですかね、うん、だから飛ばされないようにパチンコも頑張りたいと思います。わ、はい、かりました。じゃあとにかく勝利勝って美味しいセンベロをしましょうっていうのを目標に。はい、目標は何。そう、か、まあ、勝つのはそうだけど、うん、焼け酒になるやん。焼け酒になるのか、焼け酒になるのか、乾杯って一緒の美を飾れるのかっていう感じでね。そうそうそう、はい、おばんざーいと叫びで出るのか、おばんざい出るのかっていう話ですね、はい、そうですね、わかりました、はい、頑張りましょう。なんかね、最近あんまり触ってなかった北斗闘神。はい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 、はい、正直自信ないんですけど、これでちょっととりあえず打ってみようかなと、センベロクラブパチンコ編ということで、まずはしっかり勝って、まあ、気分よく復活乾杯できるように。そうですね、選んだ台が、はい、こちら、P 北斗の剣9闘神です。さ、今エヴァとかリゼロとかさ、すごい人気な機種がある中で、うん、まあ埋もれちゃったというかね、あんまり目立たずに北斗シリーズなのに、あんまり打たれてない台なんですよ。ただその今人気の機種にと変わらないくらいのポテンシャルはある台なんですよ。あ、そう、今回北斗初のね一種二種混合機で、ただバトルタイプっていうか、そのバトルモードみたいなのは変わらず楽しめるんだけど、うん、まあ、内容的にはちょっとユニコーン的な感じかな。その今話題の機種ばっかりが楽しいわけじゃないというか、うんうんうん、ね、実はこう人気の機種が前に出すぎちゃって、うん、なんか通り過ぎられちゃったけど楽しいよっていう機種もたくさんあるので、どっちかっていうとそっちを打ちたいなと思いますけどね。なるほどね。まずは
319、そう、大当たり確率310、約319分の1、一種二種混合機で、核変突入率は 66% なんですけど、これあのへそからの突入だけじゃなくて、一種二種ってさ、ダメだった時にもういい方に入れば楽しいけど、悪い方に入ったらもうすぐ終わりみたいなイメージあるじゃないですか、うん、一応チャンスがあって、その後に、時短1回プラスダウンホール4回で要はラッシュの確率を決めれば、うん、バトルモードに入るパターンがあるの。それも込みの 66% です、突入率は。あ、歌の煽り来てますね。これね、赤文字だっただけで結構熱い歌がね、タフボーイ続いてますね。お、赤い、これ意外とチャンスですよ。え、マジで？うん、 50% はないけど、40何パーだったかな、結構ある。で、こっから真剣か更新に行くんだけど、大体真剣。保留全然変化してないけど。あ、それはもう気にしなくていいです。大丈夫、真剣止まりますね。で、今回はこの真剣っていうバトルを目指すんですよ。それしか、あの、大当たりの経由する場所がないというか、まずはいろいろこう、赤保留とかいろいろ出て、この真剣を目指しましょう。一応これで、トータル 30% はあります。どこに行ってもね、大事なのはここのオーラの色。あ、紫意外といい。え、どうなんこれ、どうなんぞ。それに北斗って意外とそういうので当たったりするから、北斗一応チャンスアップありましたね。お、マジで視聴性がなかったからあれだけど、チャンスアップありました。サウザーキャラはあの北斗シリーズおなじみの順番って感じで、あとはリーチ中はこの鎖が割れるか、割れて2回あるから。あー、割れない。さあ、ここでケンシロウが等身化すれば激アツ。あー、チャンスアップは今のところないですね。お、一応シェイクビジョン3回来たら大当たりの子。お、でも奥義出たんでマジであるかもしれない。そんなことある？これがキリンカットイン的な感じ。こんな始まったばっかりで。いやいや、あるよあるよ意外とあるよ。ドルミにはないと思ってた。ちょっとあ、ちょっとネガティブなこと言うと思ったからねえ。今の全然別にあってもいいような感じでした、うん、サウズあれで当たっててもおかしくなかったと。全然おかしくない。お隣さんって音鳴らしてないの？多分音鳴らしてない。音上げてもらっても大丈夫ですよ多分。お、面白くないでしょ音なかったら、うん、あのね、このお隣さんは気使ってくれてね、音下げてくれたんですよ。もういつだって、うん、私の隣に来てくれる。私の隣以外は勝てないっていう人なんですよ。そんなんあります？勝利の女神ってこと？正直ないです、そんなの。だから何を言ってるんだろうなって思ってる私も。昨日もなんか私の来店の時に、はい、帰りにもうちょっと残りの30分だけゲインさん隣同士で打ったら、はい、もう速攻全回転引いて、あ、もうめちゃめちゃ出してたから。あ、じゃあドレミの横で打ったら勝てる星の元で生まれた人。そうそう。そう、だからそうなの、うん、私が勝利の女神なわけじゃなくて、うんうんうん、その星の元に生まれた人。あ、なるほどね。でもこれでなんか、ほんまはドレミが勝てる分をジョージを吸っていったら嫌やな。うん、だから私があの収録、初収録で、うん、隣いいですかって言われた時に渋ってたの、それね。あ、なるほどね、さっき渋ってたもんね、これは多分やられるやつやつ。そうね、ドレミのほんまは当たりの分を吸い取られてる可能性もゼロではないもんね。いつもフルボコとか一緒にやる人です。もう本当に感謝感謝で、ここまで応援してくれるようになったきっかけもセンベロだったりするんですよ、うん、あ、そうなんや。本当にでもやっぱりなんかもうほんまセンベロは復活してくれ復活してくれって声が多くてね、うん、どこ行っても言われました。すごい嬉しいですね、
なんかでも正直このセンベロクラブがねこういう形になってどういう風に思われるかは分かんないですよね。センベロだから良かったっていう部分が、まあ、そういう人もいますよ、絶対おるんですけど、うん、あのそういう人もパチンコ見てくれたらいいし、パチンコを見る人でお酒飲めへん人はお酒も見てくれたらいいじゃないですかね。だからそういう風に思ってもらえたら嬉しいですね、はい。あいつはあのセンベロクラブの時代は5軒回ってましたけど、今回は5軒回らないんです。今回は1軒でしょ。1軒です。1軒。いや本当にただの楽しい一日になります。パチンコ打ってお酒飲んでてからの休日やからね、うん。 P さん、はいはい、1万円打ち切りました。とりあえず、あついにということで、はい、2枚目。これさ、何センベロって考えるとなんかほんまに10回できてるんでね、今なんかさ、うん、今思った、ちょっとある意味、うん、センベロクラブ今回のリニューアルバージョン恐ろしい企画かもしれん。はいはいはい。だってさ、自分がもし負けたらさ、何杯飲めたのって思っちゃうよ。そういう計算しちゃうもんな、うん、ドレミの運気が吸い込まれましたね。隣の方が7揃いで、その当たった瞬間、え7揃い、マジ。いや、しかも7揃いってラッシュでしょ。確定ですよ、うん、これね、来てくれ、声かけてくれた人に、あ、そうなんです、はい、プレゼント応援してます。いや、いつもコメントありがとうございます。オカルト言っていいですか、こういう番組中に、うん、あのステッカーもらってくれたりすると当たるっていう、はいはいはい、パチンコ番組をよく見る。へえ、じゃあちょっと自分のオカルトじゃない、よく見るってことですか。よく見る、あのパチンコ番組で、あ、今ステッカーもらってくれたからだっていうシーンをなんかいろんな番組で見てる。あー、そうなんや、うん、じゃあちょっと どれだステッカー、どんなステッカーなんですか。あとね、センベロクラブの、はいはい、こんな感じで一応センベロクラブって書いてある。かわいいな。これで当たったらやばくない、本当に。ほんまにステッカーで、まあ保留はリンちゃんです。で、来てくれて、声かけてくれたらそのステッカーをプレゼントするってことですね。はい、そうですね、 P さんでも私、まあ P さんがいいかな、はい、P さんに声かけてくれたりとか、まあ私に声かけてくれた人がいたら、センベロクラブのやっとステッカーができたので、はい、差し上げますので、かりやすい、ぜひ声かけてください。スマホに貼れるサイズやからね。ほんとだ、うん、さあ、これで当たったらロマンチックやねんけどね。ねえ、あー、段階券、これで勝てば真剣バトルです。トキ、あー、いかない、久々のなんか動きがざわつきよ、これが、うん、おちょっと大好きな右上真剣バトル、これもね、30%ないぐらいなんだけど意外と当たるんですよ。これはオーラが緑じゃなかったら当たり、うわー、緑デフォですね。いや、トキさん、トキ好きやもんな。意外とこれで発展しないの。でも北斗系ってあるじゃん、うん、その一撃当選チャンスとかさ、リーチ外れ後に発展するリーチが意外と熱かったりとか、当たったりするもんね。そう、出番が少ないんですよ、今回。残念ながら。しかもさ、222回転だったからさ、なんか回転数が大当たりだった。なんか気も、緑来た。緑来たって、その、あ、また来ますね。あの、伝承。なんか激高当たりが来てほしいけど。なになに、どうだ、さあ、もちろんカウントダウンはね、うん、奥へ行ってほしい感じね。下がれ、あー、テンパいったか。エピソード、この質量するほど熱くなるやつね。あ、
でも若い。でもユリアなんでチャンスです。しかもさあここから伝承か。でもなんかそのリーチと先読みが複合してるから、うん、発展すれば真剣バトルね。これもできました。これでまあ真剣バトルに行って、そこからまた同じやつですよ。誰と戦うかみたいな、こういう感じ。おうおうおうおお。これはね、真剣バトルに発展したら絶対にこの役物が出るの。さあここのオーラ、あ黄色、黄色、うん、見上げた時に北斗姿勢、強さがあれば。お、でも意外といいよ、龍が。あ、ほんまや、星が。これが鎖も切れたらいいってことか。そう、鎖が2回割れるタイミングがあるから。なるほどね。2つ割れたら熱い。同時に割れろ。あから、これは奥義か刀身かどっちか必ずします。文字は赤いよ。文字は赤いの。3歳刀身がしてほしい。ケンシロウがバッキン、あ、行かなかったってことは奥義は出ます。この2個割れてるからね。意外と当たる。これ奥義出ましたね。できれば刀身がしてほしかったけど、隠れつけんですよ。頼む。よっしゃー、お見事。よっしゃー、お見事でございます。やりました。225、225回戦。はい、これはステッカーのせいにするのはちょっと遅すぎますか。いやでもステッカーの、だってさ、ステッカーの時が222だよ。あ、じゃあステッカーや、うん、ステッカー効果よ。あらまあ、当たりました。よかった、よかったよかった。まあここで7か3を出せたら、はい、まあラッシュ7、もう一回7ってきたらちょっとチャンス。お、チャンスパターン。ああ、いや、これを超えたら。お、超えた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 、やったー、やったー、やったやったー、わー、やったー。おー、ほら、踊った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 。クレイジードレミドレミの一戦を読みました。よっしゃよっしゃー、いや、やりました。はい、いや、もうドレミアンの頭も動いてましたもんねドレミアン、ドレミアン。まあ、というわけで、はい、ラッシュに見事入りましたので継続率 81% のバトルモードに行くんですけど、はい、はい、さあこちらは目標何発いきますか。目標は、目標何発、ちょっと止めるね、目標は、まあ、万発は行きたいですねもちろんでかいな。だってそうね、81% 継続のオール1500プラスこの飛行チャンカーに入って、だいたい1600ぐらい取れるの。はい、転落確率が105分の1なの、だいたい、うん、それを引く前に 29.5 分の1の当たりを引けたら、うん、もうずっと続くって感じの。なるほど、まあ、あのユニコーンみたいな感じですね。で、これ演出的に、あ、これ今発展したらやばい、やばいの？あかんの？ステージがあるんですけど、やってこそ、あ、大丈夫、チャンス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 。あのステージがレイ、トキ、レイ、トキ、ケンシロウって順番があって、うん、やだな、ちょっとでも。食落ちとかあんの？2回戦で105分の1引いてる？まあでもこれレイだったらまだいい方のキャラです。レイ、トキ、ケンシロウっていう順番で
レイのステージで先輩したから一番ピンチなんですよ、でも強いパターンなんで大丈夫だと思いますよ、でこれで図柄が揃えばもうこれで1500取ってるからね、うわーでかいなこれは、でしょ、じゃあ 29.5 分の1を先に2回転で引けたってことです、大当たりは右打ちは全部1500発、そうです、当たればね、こうやって図柄が出ればプラスここのチャッカーに入ったやつが100玉ぐらいあるから、はいはい、なるほどなるほど、これ万発いくんじゃないですか、でしょ、うん、いくいく、このポテンシャルがあるんですよね、さあさあさあ、ほらこれ今1500分の1621って書いてあるでしょ、うん、もうこれぐらい無双チャッカーで取れるんですよ、でこれ今レイのステージで、トキのステージ、おここでリーチになったらトキのバトルって感じ、もうコロコロねステージが変わっていくんですよ、さあこれ安心していいステージ、真ん中です、トキは龍がね、トキは真ん中のキャラなんで、あ、これね正直90歩超えます、死闘開始は、ああじゃあ当たりや、もうじゃあレイで転売しなければ割といけるかなって感じ、なるほどね、さあ行きますよ、え、いやまだある、いやでもここで勝ってよ、復活復活ね、いや大丈夫だよね、いや大丈夫大丈夫、人を返したよ、まだパキーンっていうのもあるけど、これパキーンじゃないの、じゃあパキーン、こっからリザルトから、おい、そらね、そりゃそうよ、そりゃそうですよね、いやちょっとでもね、ちょっと焦った、じゃあこのペースで当たってたらさ、うん、満発いっちゃうよ、リーちゃん、いやとにかく例のステージじゃなければね、あでほら 今これ転売したら危ない、あこれまずい、まずいまずい、外れてほしいね、ここはこれは外れてほしい、でもネクストに止まればチャンス、ラオに止まったら絶望、あチャンスアップですね、これあ赤あるよ、赤もうこれはほぼほぼだけど、じゃこういう時にもうケンシロウか投資に止まってほしいのよ、うんうんうん、あ大丈夫、レイもレイも攻撃強いから大丈夫でしょう、はい、こういう感じですね、本当に、いやまあかっこいいでしょ、そうなの、なんか You are sure って言いたくなっちゃうような、なんか無双の時よりかっこよくなって、なんかかっこいいというか絵がね、そう絵がすごく美しいの、このこんなに でかい7見たことある、さあこれで4連、まあバトルモードに行ってからは3回当たってます、エトレビアなんか彼氏にするんやったら北斗家のキャラクターなんかで誰やろ、え、ジューザー、クモのジューザー、あ、クモのジューザー、うん、がタイプなんだけど、うん、彼氏にするんだったらトキがいい、でも引かれてしまうのはクモのジューザー、じゃあ彼氏がクモのジューザーでいいよ、いや不安不安不安になっちゃう、トキなんて余命短い、それでもいいの、いやでもやっぱり優しいもん、あ優しさか、うん、あったかい、あみんなあったかいけどね、ケンシロウもあったかいけど、かっこ言われる、あれこれ発見したらラオだったら嫌だよ、ラオやん、これでやばいパターン、105分の1を引いてるかもしれないよっていうパターンです、え、もちろん勝てることもあるやん、うん、勝てることもある、チャンスアップはないね、なんかこう原作でも勝たれへんかったら勝てる気がしないもんな、ほらめっちゃ強いやつやん、レイも技で返せばいいけど技じゃない、これはマジでまずいパターン、あるから、あまあそらね、でもやっぱ負けるならここがいいんですよ、ちゃんと
ダメなやつで負けてほしい。うん、でも豪商法あんな引っかきで、あこれはチャンスアップもない。おい、お、へえ、出てた。こういうのが嬉しい。うわーすごい、こういうのが、そう、北斗のいいところ。さあ、雲の十座にもてあそばれたいドリメが頑張ってますよ。まあ、もてあ、はい、そうですね、うん、もてあそばれていないドリメが。なんか P さんと喋ってるとさ、パチンコ番組って感じがしない。おっ、ここでテンパしたら当たり。おっ、これ、おこれで発展したら当たりますよ、多分。はや、いや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 、おー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 、ど、何これ、すごい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 、二分割。これイーグル取ってますね。そうではないけれども大丈夫大丈夫、これは取ってるやつですわ。ああ清水、激流を制するわ清水。大丈夫大丈夫、やめてやめて、金言うでしょ。あ、ここでもしくはここで復活しますか。ここで復活すると思う。いや取ってるパターンだもん。うわ、ピキンですよ、じゃあ。ピキンパターン？リンが来るんですよ、ケーン。これは流星流れてたり、はい、するとチャンスアップみたいな。流れてますね、今、キューって。はい、やっぱり取ってるやつ。2回目のこれです。ね、ちょっと T さんどう？打ちたくなってきました？え？ちょっと打ちたくなってきますね。あ、よかったよかった。あのラッシュに入ってからね、うん、そんな美味しい話じゃないけどさあ、お、ケンシロウ、いやケンシロウのステージ、ここ転回したら当たりだよ。あ、もう過ぎました。4回転だけね、転回したら当たりなの。ただ今ケンシロウステージなんでチャンスはチャンス、リーチになったら激アツ。ジャギかアミバしかいないから、お願い。ああ、そう簡単にねリーチになってくれない。あー、トキになっちゃった。おい、トキは龍河かウィーグル大丈夫でしょう。先輩つがらも一応奇数の方がチャンス。ちょっと37だったらもちろんノーコイ。うわー、かっこいいかっこいい、かっこいいな。なんかそう、これがさ、ケンシロウのさ、等身か。うわー、一番見たい。あ、これさ、ちょっと待って、クレイジーギアの目が、なんでケンシロウがこのスーパーサイヤ人みたいな光景の、これがメインなんです。更新化されたケンシロウ、イエーイ。エイリアンの目がさ、あれ来てましたね。さあ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 、狂気満発いきました。すごい。とりあえず第一関門突破ですわ。ここね、ここ4回転で当たれば、お、発展したらもう当たる。これは4回転限定なわけね。うん、あのボーナス終わった後のね。これはいけますね。次のやつかな、ここかな。はい、余裕余裕、気持ちよさそう。たまんない、楽しいですか。ケンシロウのステージに行ったんで、うん、次ちょっとラオウの一応全ステージ見れたからラオウ行きますか。そうね、このね、覇王モードはもう昔のバトルモードと本当に変わらない。やったことあります？あるある。
もう龍拳さえ、こいつじいちゃんさえ出てこなければ期待できる。だからあのもうステージが変わるってことはないから、うん、ずっとラオウのステージ。あーちょっと656、あでも全然あるかな。龍拳やばいやばい、これ私の一番嫌なやつね。あのモード変えた瞬間ピンチ。あ、そう。大丈夫大丈夫、もう大丈夫です。ほぼほぼ大丈夫大丈夫。このね、姿勢転身。じいちゃんさらば。イエーイ。これでもね、あの死闘開始が出てなかったらマジでドキドキしてた。で今私も満発超えてて、うん、でお隣さんも多分隣で打って満発超えてると思うんですけど、うん、そういうこと、稼働さえ上がればこのポテンシャル、うん、もしくは店長ありがとうございます。そんなことある、はい、今まで全くなかったけど番組でありがとうとりあえず、1万5000発目標、次は刻んでいこう。あでもちょっとハマってきてるからドキドキしますね。いないでしょ、いないでしょ。うわっ、これマジでまずいパターンだね、どう考えても。魔法が苦手な龍拳ですよ。死闘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 。ここまでか、ここまでか。ただ一回こういうところ乗り越えたよ。確かにね、うん、ただね、さっきのあのなんていうの、レイのラオウよりも、うん、もうじいちゃんが一番やっぱりそうなんや、わかんねや、あの怖い私はね。でも大丈夫、今回はね、前よりは勝てる。じいちゃん前は絶望だったけど、さあ大丈夫大丈夫大丈夫。ただ回転数がな、ちょっと深くはまったから、ちょっと両手で押してみたけど、うわー、うさあ流星流れたり調整上がれば、まあでもすごいすごい立派立派。ああこれで終わりなんですけど、こっからまだチャレンジがあるんですよ。これが、時短1回プラス残保留4回の5回の中で、その点あの大当たり確率 29.5 分の1を引けてたらもう一回戻ります。色紫まで行ったら 50% ある、色ね、このあ緑じゃダメかな。あ緑ちょっと弱いですけど、引き戻せ。だってさっき2回転とかで引いてたからね。これで本当にダメだったよっていうパターンですね。さあ9連でおしまい、出てるって感じで。左打ちだ。いやでも十分、うん、びっくりしたでしょ。ああドレミがあんな出すの多分初めて見たんじゃないかな。いやいやマリジョで出した、マリジョで生まれて初めてでしょ。そんなことない、生まれて初めてだったらこんなにパチンコ好きにならないでしょうよ。おいボン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 来たね、ボン来たね、ボン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 。いっぱいおる、そうあまりない。乾杯。皆さんもお久しぶりです。乾杯。うわ懐かしい、行きます。懐かしい、よかったですね。もうてかピーちゃん気づいてる、もうあとちょっと酔っ払って、酔っ払って